皆さんこんにちは、ダルマエル小田夢です。今日は、6月のおすすめ商品の紹介ということで、爽やかちりめんの紹介したいと思います。今回は、コモンですね。爽やかみこし、爽やかちりめんのコモンを紹介していきますが、早速いきます。はい、まだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録してくださいということで、一発目こちら、黒字黒の格動詞の江戸小紋ですね。格動詞っていうのはこう縦と横に直角に線が入っていて四角い模様が出てる、こういうのね。でやっぱ爽やかみこし、爽やかちりめんの、まあ、特徴は、まあ、僕もねこう顔がこう透けてるの分かりますよね。ちりめんなんだけど透け感があるっていうのがこの生地の特徴で、炉とかシャみたいに完全にこう隙間が空いているわけではないんですけど、織り方というか、まあ、糸のねよりとかによってまた透け感が出てるんですね。なので一重の季節にはぴったりですし、まあ、生花の季節にも着てもいいよっていう感じの生地で作られています。まあ、爽やかちりめんについては、以前動画でもこの生地に特化した紹介しているので、まあ、興味ある方はそちらを見ていただくと良いかと思いますが、こんな感じの江戸小紋に、で帯はね、一発目からちょっとこうね変わっちゃいねえか、はい、まず柄見せましょうか。花火打ち上げ花火ドーンですね。はい、でこんな感じの花火の柄の帯をコーディネートしてみました。合わせてみるとこれがねちょっと見えにくいんですが、こんな感じ、こんな感じです。わかりますかね。かっこよくないこれ。うちのおっちゃんがねショーウィンドウにこのコーディネートを飾っててやるなと思いましたね。かっこいいじゃんみたいな、さすがやなという感じでしたが、こうね、うん、いいっしょ。これなかなか洒落てんすよこの帯。6月の11日から14日まで展示会やるんですけど、まあ、それに合わせてというかうちの親父と久しぶりに仕入れに行ってきまして、まあ、その時にね、まあ、僕はこれを見つけてこれいいじゃんっつってね、前の柄はこんな感じになってます。まあ、実際に締めると横向きに出るので、まあ、こういう感じでね出てくるんですが、まあ、折り方は、まあ、シャみたいな折り方になってますね。うん、の、黒地の8寸を合わせてみました。まあ、着ていくシーンとしては、まあ、お茶とかがベストですね。少しちょっと拡張のある、まあ、遊び心もあるけど、格もあるような感じの帯にしたのでお茶の稽古とかがぴったりかなと思っております。はい、続きまして2本目、どれいこうかな。じゃあこれいきますか。じゃん、これなんだかわかりますか。これね音符ですよね。ここの辺にほら 5本の旋律があって、まあ、等音記号とかがねある。なかなか洒落た柄だと僕は思ってですね、これもね一目見てああそうこういうのこういうのみたいな感じで仕入れたんですけど、でしかもこういうね白いところにも透かし染めみたいになってて、なかなか洒落てますこれ。染めもなかなか良い。やっぱね生地がねやっぱ普通のちりめんより高いんだから染めもねいいところに出さなきゃダメよっつってね、はい、今年の新柄かな、はい。まあ、こんな感じの音符柄に、帯はこれもねうちのおっちゃんがショーウィンドウに飾っててね、この間やるなと思ったんですけどね、帯はまず帯だけ見せるのか、そうか、こんな感じの、これね光
光の光線の加減で色合いが変わって見えるんですよ。まあグリーンと緑って感じなんですけど、ね、光の加減でねちょっとこう雰囲気変わる。動画だとあんま変わんないか、なんか玉虫染めみたいな、玉虫みたいな感じするんですけど、ちょっとわかるかな、ね、光の加減で。で、まあ、こんな感じのこの帯なんかうちのおっちゃんがえらい気に入っててですね、もうすぐ飾りたがるんですけど、で、コーディネートするとこんな感じね。これくらいの高さか。ちょっとこの。よいしょ。なかなか一人でやるの大変だな、おい。そろそろ僕の YouTube のアシスタントをつけるか。はい。こうか。こうすればいいのか。まあ、こんな感じの、ちょっと垂れ長い。です。なかなかうまくやるのが難しいね。こうか。こんな感じだと分かりますか。こうね。はい、まあ着物がね全体柄なんで帯は。まあ、無地感の帯とか、がいいかなっていうところで、まあ、僕的にも非常にいいコーディネートだなと思ったわけでございます、はい、続きまして、いやこっちにしようか。紺地のこれ紺色なんですけど映るかな、文銅っていう江戸小紋です。文銅柄の江戸小紋見えますね、はい、見えますか、僕の顔が見えますか、はい、で、まあ、紺というかね青紫に近いかな色合いですね。青紫っぽい色合いで、二色染めになってるので結構こうなんていうか本当に透明だと色無地っぽく見えますね。でこちらに帯はじゃあ見えづらいかな、よいしょ、こんな感じの水玉柄というかの帯、見えますか、ね、ちょっと光っちゃうね、はい、こんな感じ光るね、こんな感じね。これね、この動画を撮影する用にとか、まあ、6月のおすすめ用にさっき思いついたコーディネートなんですけど、これねなかなかかっこいいと思う。俺息てか涼しげ、めちゃくちゃ涼しげなコーデだと思います。この帯もねとても使いやすいと思います。これ、主張が強くないんだけど、なんていうのか、色合い的にもどんな着物でも合わせやすいかなと。こんな感じね。どうしたら色出るかな、なかなかいいんだよね、はい、で3本目は今紹介した文銅の江戸小紋の色違いです。こっちは黒で、これもね結構透けるよね、ひょっこりで、こちらの黒地の文銅柄の江戸小紋に、まあ、江戸小紋なので、純礼装っぽくも着れますし、普段に紋なしで普段に着てもいいんですが、ちょっと普段っぽく着るんだったらこんな帯どうかなっていう感じです。はい、トンボ勝ち虫
これもかっこいいですよね、はい、またさっきの帯と全然違う印象になると思いますが、夏のね着物とか帯でよくトンボとかは使われる衣装なんですけど、色がね赤トンボじゃなくてこう寒色っぽく使ってあるので、非常に涼しげで初夏から秋口まで使えるんじゃないでしょうか。かっこいいじゃん。トンボの柄もね結構好きなんで、ここの織本さん僕結構好きでね、トンボの衣装が他の柄付けでトンボがいるのもあと2つぐらい僕売ったんですけどね、トンボはねなんかいいですよ、はい、前はねこんな感じの柄になってます。まあ普通の関東巻きだとこっち側が出、あ、こっち側が出るのでこっちのトンボがね出てくると思いますってことで、今日はこんな感じで4本爽やかちりめんの、小紋紹介しました。6月のおすすめ商品としてだるま湯のホームページと EC サイトに掲載していますので、そちらよろしければ、そっちはね静止画で写真で見れますので、まあ、そっちもご覧になってください。あとは毎週水曜日ライブ配信やってて、着々と盛り上がってまいりましたのでですね、水曜日の9時半から、まだアーカイブもね見れますので、まあ、見るというかラジオ感覚で聞いてる方が多いみたいなんですけど、1時間半ぐらいですかね、僕はペラペラと喋っているという感じになってますので、まあ、そちらもよろしければ見てみてください。今月もよろしくお願いいたします。バイバイ。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。